さんこんにちは。今回はこのトラクターの紹介とあと牛の餌の牧草を収穫した風景を撮影したのでご覧ください。このトラクターはクボタの GM64 というモデルで64馬力になります。もう20年以上前のモデルですがまだまだ現役です。それでは中乗ってみます。中はこんな感じになってます。最近のトラクターと比べるとスイッチやレバー類少なくてシンプルになっています。はい、後ろの方はこんな感じです。今叩き板のロールベーラー後ろにつけて牽引しています。これで牧草をロールしていきます。